えー、こんにちはお疲れ様です今回ね石川拓木ですね石川啄木はね「働けど博働けど我が暮らし楽にならず」というふうに呼んだんですけどもこれだけ聞くと石川啄木ってなんか苦労された人なんだなと思いますけども結構な遊び人だったらしいんですよ。でこの歌ってのはいろんな説があるんですけども実はね奥さんがそう言ったんじゃないかっていうことを石川啄木が盗作してそのまま発表したみたいなね。 そんな逸話もあるんですよね。というのが石川拓木が遊びほうけて全然仕事しないんですよ。で奥さんが働いて働いて家計を支えるんだけどもその分だけ余計に遊ぶ時間を作るっていうねだから多分これ共働きで一緒に一生懸命働いていたら遊ぶ暇がないんでなんかうまくいってたのかもしれないですけども。 奥さんがあこのままじゃ家計が危ないなと思って働く分石川拓吾が「おおだったら俺楽んでいるわ」みたいな感じで楽しちゃったから奥さんが嘆いたみたいなねそんなことだったらしいですね。で、えー、これねなんかね以前も話したんですけどもあんまり頑張って働きすぎて家計に余裕を作ると余裕ができた家族は遊ぶみたいなことがねあってそれをねこの前面談で。 話したたことがあったんですけども前回ねどっかで、えー、それはどういうことだったのかっていうのはねこ細かく、まあ、このシリーズでお話したような気がしますけども石川孝行もだから言葉だけ切り取るとなんかねいい人みたいに感じますけども実はすごい悪いやつだったんですよね <laughs> でも石川孝行は人生を謳歌して歴史に名を残す人物になったとでも苦労した家族は全く歴史に名を残すこともなく何の喜びも面白みもなく人生をねすり潰して終わったというね、まあ、こんなことらしいんですよ えー、事実でで知らないい使ううと恥をかくっていうね、まあ、名言のトリビアってところにこれ載ってるんですけども実はこうだったみたいなことっていうのは結構あるんですよねであの学びを続けていくと実は全く逆だったってことが結構あってねいかに誤解して多くの方がその言葉を使っているかってことがあります。例えばね流れに差を指すって言葉があるでしょ 話の流れに竿を刺すって言ったら、なんか、あの、その場の空気を読まないような、ぶち壊しなことを言って、お前話が全然分かってないやつだなんて、話の流れに竿を刺すなよっていうふうにね、まるで、その話の流れを止めるようなことを言いそうですけども、実は、流れに竿を刺すってのは、さらに加速するって意味なんですよね。だからこう、まあ、い方っていうかね、私船に乗っていて、その、船頭さんが流れに竿を刺すときって、さらに早く進むために、その、 川の地面を、水面をね、水、か湖面か、あの、底のことをこう、押すんですよね。そうすると早く進むんですよ。だから実は、えっ、ー、と、交渉がまとまりそうにない時に、まあ、鶴の一声で流れに差を差したっていうのがね、正しい使い方らしいですけどね。なんですけど、ウィリアム・ジェームズさん何言ってましたっけそういえば。なんかあれですよね、あの、夢は逃げない、逃げるのは自分だみたいな言葉と似てるようなこと言ってましたね。 そうなんですよねお金の問題って全然解決しないですよねやってもやってもね常に不安が付きまとうっていうかなんかあれですよ10年後生きてるとしたらその時もまた稼がないといけないとかね20年後30年後長生きすればするほど稼ぎにくい環境が自分の周りに訪れるのにさらにねお金を稼がないといけないみたいなねそんな現実があるんですよね、うん、このまんまねこのテクノロジーを使いこなしていけるだろうかとかね マーケットに飽きられないだろうかとかね、いろいろあるんですけども、あそうそう、私の塾生さんがね今日報告してくださって、三ヶ月の売り上げが百万を突破したらしいんですよ。でしかも八月は八九十の三ヶ月なんですよ。八月はお母さんが亡くなってね、結構こう心痛めてて、それでも最高月収四十六万をその副業で稼いだらしいんですよ。この方はねあのー、なんか重度の障害を受けて。 ベッドの上で寝たきりの状態だったんですよなのに3ヶ月で100万稼ぐといよねおかげさまでそ即家宿に入塾したおかげだということらしいんで今回新しいフェーズに進むということでねやっぱりできるんだなということといや私もちょっと励まされますよね自分の発信が人の人生を変えてあの50代の女性で難病でね寝たきりになった人がこうやってそのベッドの上から稼ぎきる姿をリアルタイムでこの1年間 見さ今度ズーム対談もちょっとねできればお願いしたいなと思うんですけどもだからその情報の使い方とかう自分の残されたカードの使い方によってはまだまだやれることがあるんだろうなと、うん、そういうふうに思った次第でございます。じゃあいってらっしゃい